こんにちは。今日はですね、川越にあります、リキ、ゴルフコースに来ております。いや、暑いな。まあ、来ておりますというか、これから帰りますというか。いや、今日本当はですね、車の、スタッドレスタイヤからの交換を予定してたんですが、こんなにいい天気で、まあちょっとなんかいろいろ時間潰すのももったいないなと思って、午後から、これ左側がですね、ショートコースになってるんですが、まあ車の方から、まあ、正面の方からとちょっと見えないですね。左が一番ホールになっております。でも天気は良かったんで、まあ赤坂でも行こうかなと思って、まあ、赤坂向かったんですけど、まあまあなんか駐車場に車がいっぱいで、まあ行っても一回回りかなっていう感じで思ってたんですけど、ふとこの川越のリキゴルフですね、思い出しまして、まあちょっと足を伸ばして行ってみようかなと思ったら、なんとなんと貸し切りでございました。料金的にもですね、休日でまあ9ホールで1500円かな、一周で18ホールで2500円で、今日3周してきたんですけど、3周すると3000円だから、2周目から3周目は500円で回れますよっていう料金設計になってますね。でですが、これこっちから来たような気がするな。まあいいか、このままこちらに出て、で3周でまあ3000円、まあ安くはないですけど、赤坂だったら2周分かなって感じですもんね。まあそれを考えると、赤坂2周で3600円かな。そうするとまあちょっとだけお得かなっていうのと、多分ね、今日赤坂だったら1周して帰っちゃってるんだろうなって感じなので、なのでまあこっち来て正解だったかなって。で実はね、赤坂ってなんか動画とか撮っちゃうと、なんか一回なんか撮ってたら怒られたんですよね俺。でまあ今日貸し切りだったんで、三脚とか持ってないんで非常に大変だったんですけど、一応なんか手帳型のケースを無理やりこう立ててですね、途中バシバシ倒れながら横になりながら、多分見てると酔いそうな動画を一応撮ってはきました。まあ1周目がね、4オーバーだったかな。で2周目が1オーバーで、3周目、まあ、3周目は動画撮るのやめちゃったんですけど、イーブンでした。3周目ね、1番ホールがだけがまあまあ115ヤードで、あとはもう全部50ヤード程度
んな感じなんですけど、唯一ね3回目にして、結構ねいい位置乗ったんですけど、そのショットを撮ってなかったっていうですね、まあ一応なんか打った後に紹介する動画みたいな感じでは撮っては見たんですけど、あれいい当たりだったな、やっぱ ZS-051 Pro はいいですね。まあ何のクラブだっていうとマルマンなんですけどね。まあであとはもう全部まあ50ヤード程度なので、まあサンドエッジがあれば回れちゃうみたいな感じなんですけど、一応最初のホール115ヤードのところだけ9番アイアンで打って、で残りはサンドとパターでって感じだったんですけど、まあ、ちょっとねライが悪いところだととか、まあ砲台になってるところとかですねは、まあ、9番アイアンの転がし用みたいな感じで、まあ、一応今日ひっこりも思ってたんですけど、まあ、9番アイアンとサンドウェッジとパターの3本で回ってまいりました。まあ赤坂来るよりこっちの方がいいかな。まあ確かにね赤坂のグリーンは確かに面白いし、そこそこグリーンも大きいので、まあ本コースの練習っぽくはなるんですけど、まあまあグリーンがまあ確かにねコンディションがいいですとは言いにくいんですけど、でもまあパッティングの練習にもね結構なるかなって感じの転がり方はしてくれるんで、まあ、時間が空いたら赤坂じゃなくてこっちかなと思います。まあね赤坂でねバンカーとかすごくやりたいんですけどね、わざとバンカー入れないとねなかなかあれですけど、結構まあ今日みたいに貸し切りであればね、まああんまり堂々とはあれなんですけど、ちょっとねバンカーの練習させてもらったりとかって、あマジさんここあれですよ、バンカー練習するにすごくいいですよ1番ホールと、8番ホールかなは結構ちゃんと砂の入ったバンカーがですねありますんで、バンカー練習にもってこいですね。やっぱバンカー楽しいですね、こうスパーンって抜けた時がやっぱり一番なんかあれですね、なんかよく得意なクラブとか好きなクラブとかって言いますけど、好きなショットバンカーショットですねただねバンカー入れるとね、まあまあ、ロングホールの2打目にバンカー入れるんだったらまあいいんですけど、それ以外はね基本的に、まあ、パー取りにくくなりますからね、いくらバンカー好きだっつっても。でもまあ今日もそうですね、結構砲台とかも結構きつくて、でまあまあスピンとかねかけられる人だったらあれなんかもしれないですけど、手前からコロコロやっていく人間にしてみるとですね、まあまあちょっと大変でしたね。やっぱり砲台の手前で止まっちゃったりとか、やっぱりね直接グリーンオンしちゃうとやっぱり奥までね弾かれちゃうんで、2オン
が小さいんでね、本当はね2オン2パットでもいいかもしれないですけど、これだけねグリーンが小さいんで、ある程度ワンパット圏内にアプローチは寄せたいかなっていう思いもありますよね。でちなみにこれは16号ですね。今川越の街中に向かっていく途中の16号ってもあれですよね、野田の方の16号はすごく流れいいですし、道幅も広いんで走りやすいですけど、川越の16号はなんか右折レーンが、まあそもそも4車線の幅が狭くて、右折レーンとか右折車がいると基本的に左車線に寄らないと抜けられなかったりしますんでね、あんまりこの辺の16号はいまいちかなっていう感じですよね。まあ、16号走っててこの辺だけですよね、なんか走りにくいなって思う16号って。川越ね越えちゃうとまたね道広くて、逆に自動車専用道路みたいな感じになるのかな。一番で、あの高崎とか群馬の方に向かう17、熊谷とかに向かうですね、17号と一時期16号は一緒になるっていう、まあ、この先ですけどなるっていう感じですけどね。でこれまあ16号はここでちょっと行ったら右折をするっていう感じになりますって、まあ、道路の説明してもまあ知ってる人には分かってるよっていう感じですよね。まあ、分かってる人といえばね、スーさんのチャンネル登録者数が100人ってすごいっすね。そう考えてみたらすごいっすね。僕なんか30人ですからね。大体ね、その30人、大体こう、分かる人っていうか、分かってる人で、ほぼほぼ埋まってるチャンネルなので、まあ、近況報告みたいな感じですね。特に見やすいように編集もしてるわけでもないですし、そんな技術も。ないですしって感じで、もうスーさんのあれですね、この間行かれてた江戸川ライン、まあ、ショートコースも気になりますけど、動画上げてたショートコースも気になりますけど、その向かい側の松戸コースですか、パーが68の18ホールなんですかね、十分ですよね。いろいろこう行ってみたいね、ゴルフ場また増えてきましたね。基本まあ、まあちょっとね、あのケチくさいですけど、やっぱ平日ねゴルフとか行くようになってから、まあ、ご飯ついて1万円超えるゴルフは、まあ、土日とかだったらしょうがないんでしょうけどね。でも平日で1万超えてやるっていうのは、もうあんまりなくて、いかに安く楽しむかっていう感じですよね。そういった意味では松戸は回り放題で、まあ手引きなんですけど7000円ぐらいとかつって、たまんないですね、あの変態ゴルファーには。まあ安いといえばですね、
この間、まあ、今週か今週行ったあれこれこっち行っちゃダメなやつだな。まあいいか。栃木県民ゴルフ場かな、行ってまいりましてですね、まあ、ちょうどその栃木県民ゴルフ場のなんか感謝デーみたいな日だったので、こっちごめんなさい行かせてください、行かせてくれなそうな雰囲気を満載なんですが行かせてもらいました。すいません。1,100円で GTO の一応なんていうんですかポイントが200ポイントだけなんですけどあったんで、まあ、ポイントとかね安い時に使うと率も良くなる感じもするのでね、2万円で200円使ってもなんかなって感じですけど、7100円で200円使うとなんかさらにお得感がある感じがしましてですね、2人で6900円で、もう18ホールパー72ですね、常用カートで、ご飯も、追加料金なしの、まあ、ただ4メニューしかないんですけどね、ただアコーディアとか行ったらなんかカレーぐらいしか食えないですからね、割り箸なしだと。4つのメニューっていうのが、唐揚げ定食と生姜焼き定食と、まああとカレーがあるのか、カレー一応セットって感じになったかな、なんか結構ねちゃんとしたサラダみたいなのがついてたと思うんですけど、それとそば、セットかな、かき揚げそばセットかな、多分お蕎麦、かき揚げそばに、ご飯、まあ、白いご飯だったかな、なんか海鮮ご飯みたいなやつがちょっと忘れましたけど、多分白いご飯かながついてみたいな4種類からまあ選ぶっていうスタイルなんですけどね。まあでもその栃木県民ゴルフ場はですね、まあ、愛称とちまるゴルフクラブっていうのかな、宇都宮からもすごく近くてですね、まあ、ほぼ宇都宮って言ってもいいぐらいなんですけど、一応4号線で、鬼怒川を越えて、高根沢町だったかな確かの鬼怒川の河川敷になります。まあ本当にねザ河川敷ではあるんですけど、メンテナンスもまあまあ悪くなかったっすね。霜付きもそんなに悪くなく、グリーンもですね、
で待つのが結構ね、怖いんですけどね、何言おうと思ったんだっけな。ああ、ピッチマークの話か。つきにくくて、でしかもね、ちゃんとグリーンもですね、一応練習グリーンちっちゃいのがあるんですけど、まあ練習グリーンはね、結構やっぱ河川敷だから重てえなとかっていう感じだったんですけど、で芝も結構やっぱハゲちゃってるなみたいな感じで思ってたんですけど、実際グリーンがあったらそこそこですね、転がりも良くてですね、どうだろうな、まあそんなにね速くはないんですけど、もちろん普通のグリーンのスピードは出てる感じはあった感じですね。麻生よりはちょっと早いんじゃないかな。麻生がねちょっと重めですんでね。前回の麻生は 8.5 フィートとか多分でしたよね。違うな、そうだよな、そういったね、まあ安くね、まあ栗橋なんかもいいんですけどね、もうクラブハウスは使わないって割り切っちまえば、たださすがにね、女性っていうかまあ嫁さんもそうだけど、ちょっとねクラブハウスは効きますしね、あとそのレストランも超ヤバそうな感じなんですよね。一応なんかお弁当みたいなのが渡されるんだけど、なんかもう刑務所でこれ飯食ってんのかなっていう、まあ、すいません刑務所をディスとるようで申し訳ないんですけど、まさになんか結構ね GDO の口コミとかで見ると、その刑務所で食べさせられてるのかみたいな、なんか書き込みとか見てて、まさにその通りだなとかって思いながらですね、今16号バイパスの脇道に入って、この254のバイパスの方に向かってるって感じですね。けどまあアコーディアパターンみたいな感じだったんですけどね、まあ、そこよりはとちまるくんの方が個人的には面白いかなっていうか、でだから結構ね若い子とか連れてっても右左にねどうしても曲げて普通河川敷とかだとすぐは栗橋とかすぐアンペナになっちゃうんですよね。そうするとまあなんか松戸もそんなことスーさんおっしゃってましたけど、アンペナになっちゃうのもねちょっと楽しくないですもんね。
ね、まあ、それがザ河川敷なのかもしれないですけど、ただそのとちまるくんの方はですね、まあ、あの本当に広いんで、結構ね、まあ、ドライバーコントロールとかね、まあまあ、バントとかって言い方もしてるんですけどとか、まあ、スプーンで打ってみたりとか、まあ、そういうのも練習しようかなと思ったんですけど、あんだけ広いとね、やっぱね、ドライバーをちょっとね振ってみようかなとかって思ってですね、まあ、追い風参考記録なんですけど、一応最長距離が出ましてですね、260、よいしょ、267ヤードかな。型の何すか距離計みたいな、それまあ手の振動みたいなんで、距離もティーショットの距離とか測ってくれたりとかするんですよね。で今までが多分253ヤード、あじゃあなもうちょっといったかな、253かが最高だったんですけど、267だったと思いますね。まで飛びましてですね、で逆にまあその河川敷で、まあ夕方になったらやっぱり風が結構強くなってきてて、結構ね行きはよいよいだったんですけど、帰りがちょうどなんかアゲンストが多くてですね、帰りっていうかまあ何ていうんですか、後半というか残り行きの5ホールとか4ホールとターンしての4ホールみたいな感じになってくるんですけど、ターンした後の4ホールがずっとアゲンストで、結構やっぱり後半のがスコア厳しかったですね。でもう一回ね、もうめちゃ振りしたろうとかって思ったけど、やっぱ200ちょっとしか飛んでなかったですね。それもめちゃくちゃいい当たりだなと思ったのがあったんですけど、で一応スコアの方は41の82回かということでございまして、なかなかね、70台が出ないですね。まあそう簡単にはねなかなか出ないですけど、結構ねとちまるくんはまあコースサーバーも広いですし、距離もですね、あんまり長いのがミドルはなくて、多分ね380超えるミドルは多分なかったんじゃないのかな。なのでですね、だからパーオンも結構できたのかなって感じなんですけど、まあ、グリーンがちょっとまあまあ僕が下手なだけっていうか合ってなかったんで、17パットの34ですね。まあ調子がいいとね、まあ調子がいいというか最近ね30パット結構来てたんで、まあ結構パターは苦労しましたね。
結構バーディーチャンスも何回かついたんだよな。パーオン9回のうち半分ぐらいはね、まあ5、6メートル以内で、まあ、2回ぐらいはもう2メートルぐらいのやつを2つ外してっていう感じでしたんでね。だやっぱパターが入ってればね、70台は、まあ、もしかしたらパープレー近くまで頑張れるんじゃないかなという感じのコースでございました。まあ土日でも多分1万円超えないんじゃないかな、ご飯ついて。で普段はね、多分ね、カート乗り入れも OK なんだと思います。僕らが行ったのが2日くらい前にね、雨が降っちゃったりとかもしたんで、乗り入れ不可だったんですけど、でまたね、嫁さんと2人で行くと、まあ、基本的にね、全部もうカートを全部カートコントロール僕がする形にね、やっぱなりますんでね。で結構そのフェアウェイが広いイコールあのカート道路から遠いんですよねカート道路と違う方向に打っちゃうと、まあまあこう行って帰ってが大変だなとかって思ってですね。だからまあカート道路どっちかなってば見てから一応打ったりとかもしましたね、正直。まあだからって言ってちゃんとねそっちの方面を打てる技術がまだあるわけではないんですけどね。栃木といえばなんか多分ね栃木の人たちなんでしょうけど、なんかすいませんゴルフの動画の話ばっかりしてあれなんですけど、なんかポンコツゴルフっていうのかな、なんか多分ね6人ぐらいの栃木県の人たちがこう回ってる。確かにそれね栃丸でどんなコースだろうなって探しててぶつかったのかな。めちゃくちゃ面白くてですね、結構そこそこ多分チャンネル登録者数も多いんですけど、まあ、こういう言い方したらなんですけど、全員がこうあまりお上手じゃないというかですね、多分全100切ってないみたいな感じの人たちのゴルフチャンネルで、まあいろんな事件が起きて面白いですよね。だから普通にね、なんか仲間内とかで、ね、ゴルフやってる最中ずっとね、まあ、ショータイムゴルフみたいな感じかもしれない、なっちゃいますけど、そういったね、喋ってるのも撮りながらこう。あとでね、まあ一般の人たちが見てもそれは面白いかっていうかね、一般の人たちっていうか、ね、知り合いじゃない人たちが見て面白いかっていうと面白くないかもしれないですけど、知ってる人たち同士でね、見るのは結構面白いんじゃないかな。ちょっとね最近その界隈でゴルフをやると結構やっぱピーネタも多いのでですね、大体ピーの入れ方も分かんないですからね、編集っつったって。まあなんとか切り取ることはなんかできるようになってきたんで、とかと思ってますね。でこれ今254左側がですね、小江戸初刈温泉ですね。はい、ここ、ロウリュウの回数が多いんですよ。通常ね、ロウリュウって、まあ、多いところでも、日に2、3回とかだと思うんですけど、多分、ね、
ないではないですけど、まあこういうのもね、まあ、自己満足というか、まあゴルフもね、正直まあ自己満足の世界ですからね。スコアなんちゃらかんちゃらとかって言っても、別にスコア出したからってね、70代が出ましたよって、ね、言ってみたところでね、まあまあいそうですかって感じでしょうからね、ただまあ自分の中の、ね、モチベーションになったりとかね、まあ、楽しみの一つとしてスコアがあってもいいのかなっていう。スコアだけじゃないですからね、まあ、いろんな人とね話をしたり、桜をめでてみたりとかね、あと向こうに見える山が綺麗だったりとか、この山があるから、撮ってたら怒られるのかな。いや、ドライブレコーダーのつもりですみたいな。ドライブレコーダーがないのでいつも撮ってますみたいな。ことでもないんでしょうけどね。いや、いい天気っすね。しかしね。気温24度で、今日だから夏日行ったんでしょうかね、これひょっとしてね、25度行ったんでしょうね。いや、そんな日にね、また風もね、そんなにないですからね。まあ重度の花粉症の私でも、そんな日はね、外出たくなりますよね。タイヤ交換してる場合じゃないですよね。まあ、力ゴルフはちゃんと取れてるかどうかね、わかんないんで、あれなんですけど、まあ、全部つながってれば、そのままね、つなげて、1周目、2周目、まあ、同じコースに2回見てもしょうがねえか、まあ、そしたらね、ワンオーバーの方を上げますかね。
だ意外とね、まあラジオ的な感じで、まあセベケンさんのねラジオは、いつもだいたい前の日にアップしてたのを夜ダウンロードしといて、バスの中で聞くっていう感じが多いので、まあだいたい1日遅れでいつも聞いてるかなって感じですね。であとはまあ一応ねまだ在宅勤務的なのもやってましてですね、まあ在宅勤務の時は最近ちょっと褒めていただけてるような感じで、いやそんなにねうまくないですよやっぱねうまい人はね、なんだろう、ブルーティーとかでもね、僕多分ブルーティーとかでもあったら90切れるかどうかぐらいなんじゃないですかね、多分。白で回ってるからね、85は切ってますけど、でもまあそのぐらいのレベルなんですよね。でそのぐらいのレベル感でこう、なんていうんですかな、とちまるくんみたいなゴルフ場でなんかアンダーとか出してみたいなっていう感じはね、ちょっとしますけどね。71出た時は事件起きたんですけどね、一応ミドルホールでイーグルがあって、もともとねボギー1オーバーでいたのが、イーグルが出てアンダーに入って、でロングホールが続いたんで、一時ね3アンダーまで行ったんですね、その日で。まあショートホールで、ボギーボギーを打って1オーバーっていう結果、あ1オーバーじゃねえ1アンダーかっていう結果だったんですけど、でとちまるくんでもですね、やっぱねロングホールは全部ねパーだったんですね。でショートはね全部ボギーだったんですよね。81のうちのボギー、だから82だから10オーバーか、10オーバーのうちの4つのオーバーは全部ミドル、あショートですね。で6ホールがミドルホールかな。でロングは全部パーで、
ピンまであと4 か4つのミドルがパーか。合ってる計算。合ってねえか。ミドルが3つパーか。3つパーの、まあなんかよく計算が分かんなくなっちゃったまあとにかくやっぱショートホールは難しいっすよね。一応乗っただけっていう風にしても結構スリーパットもしちゃうし、グリーン外れるとまたアプローチ難しかったりとかもしますんでね。まあでもショートホールはねダボ打たなきゃいいかなって感じもしないではないですからね。まあだからやっぱり乗っけとくことなんだろうな。乗っけて3パットしてもまあボギーで済むからね。グリーン外して乗っただけになってそこから3パットはありますからね。それのダボの方がやっぱりなんか乗っけることが大事なのかな。そういった意味では大きめの番手でですけどね。本当になんか回り放題で、そうですね、土日で 7,8,000 とかぐらいでできたらいいんですけどね。モーザンも浦和なんか2万超えますからね。モーザンでも1万 5,000 とかかな、きっと18ホールだと。なんか7ホールの2回回りでもう多分1万超えるんだろうな。7ホール2回回りやね、ちょっとね。だったら日立みたいにね、なんか6ホールを3回回りにしてくれた方が、やっぱり18ホールは、まあ、ピッチ臭いですけどやりたいですよ。ベケンさんあたりからですね、7ホール2回で十分だよとかっていう方もね、いらっしゃるんだと思うんですけど、6ホール3回回りはちょっと楽しみですね。結局ですね、でも3回ともですね、同じようなミスするんですよね、きっと。
嵐に付き合わせるの申し訳ないですよね。もうなんか52分とかなっちゃったんで、いい加減ちょっとやめさせていただきます。でじゃあ止まったら切ります。およそ 400m 先左、およそ 300m 先したので、それではバイバイ金です。